使うことの喜びを文録チャンネル。どうも、文録です。今日紹介するのはこちらのペンです。桜クラフトラボの002ですね。まあね、うちのチャンネルね、桜クラフトラボを結構紹介してて、いずれもね大絶賛してるんですけど、今日はね桜クラフトラボの中で一番安く買えるやつ002を紹介します。桜クラフトラボってね、毎年新作を出してるんですよね。1本ずつ新作を出してて、去年006が出た、一昨年005が出た、今年もね年末あたりね007が来ると思うんですけど、そんな感じでね毎年新作が出てるわけで、それがねまあ文房具ファンにはねものすごい楽しみなわけですよ。桜クラフトラボってね、とにかくね一つ一つ完成度がねバカ高いんですよね。値段もね、まあ、それは高級ですよ。それはすぐに出せるような値段じゃないですけど、高級ボールペンの中ではだいぶリーズナブルな方になるんで、すごいね桜クレパスね、この辺ねかなり力を入れてると思うんですよね。でこの002なんですけど、この002はね、まあ一番有名な001があります。これが最初に出たやつですけど、これとね同時発売なんですよね。001と002を同時発売して桜クラフトラボのブランドを確立してるんですね。だから最初はこの2本から始まってるわけですね。ということで一番最初はね選択の余地があったわけですよ。今はねもう選択するも何も新作を買うだけですから、特にねどっちにしようかななんて悩むことはないんですけど、発売当初はね001と002両方あったから消費者がどっちにするか選べるわけですよ。で001はね5000円プラス税で、002は2000円プラス税ということで、こっちの方が圧倒的に安いで、こっちは倍高いわけですよね。まあ見た目はねこっちの方が高級感もあるし、ですごい重量感もあって、でこれやっぱり傑作といえるボールペンになってるわけですよ。で一方ねこっちの方はまあ軽いし、見た目もねそんなに高級感がない。でもコンセプトはね大人のクーピーなんですよね。クーピーといえばね桜クレパスの代表作ですよね。そのクーピーを大人が使うクーピーみたいな感じで、それをコンセプトにしたものがこれなんですよ。でまあ色がね、まあ、カラフルで赤とか青とか黄色とかあるんですけど、まあクーピーみたいなカラフルなカラーでラインナップがあるんですけど、このインクに関しては黒だけということで、これは赤ですけど、赤い軸を買ってもこのねインク自体は黒が出てくるよっていうところなんですけど、うん、というところでね、まあ大人のクーピーだよっていうコンセプトで売ってるわけですけど、でどっちにするかっていうことで、結構文房具ファンの人はねこっちを買ったんじゃないのかなと思うんですよね。当時はね、まあ見た目どう考えてもこっちの方が高級感あるしかっこいいですからね、こっちを否定するわけじゃないですけど、やっぱ比較したらこっちが上でしょう。値段もねこれね5000円で結構高いですけど、これだけの品質のものが5000円で買えるっていうのはね、むしろ安い方じゃないのかっていうぐらいね、それぐらい思えてくるんですよね、うん、これ僕はねこれ8000円ぐらい取ってもね全然問題ないぐらいの品質だと思いますけどね。でもそれ5000円で売ってたっていうのが、まあ当時かなり頑張ったんじゃないのかなと思うんですよ。やっぱりこれね使ってると喜びを感じますね。これ至福の時を感じます。うん、これを使ってると優越感に浸れますね。ああやっぱ文房具好きでよかったなーってね、そう思いますよ。それぐらいね書いてるとすごい気持ちよくなってくるわけですよね。これを使ってること、これを使ってる自分が気持ちよくなってくるっていうね。まあだからこれ桜クラフトラボ001はもう疑いようのない傑作なんですよ。うん、じゃあ一方こいつはどうかっていうことなんですけど、まあまずねこれ回転繰り出し式になってるんですけど、ここがねなんだろう、オーディオプレイヤーの、なんだあのスイッチみたいなイメージなのかな、で結構ね硬いんですよね。この硬さはね僕すごく気に入ってるんですよ。結構硬いわけですけど、このグッてひねって出てくるっていうのね、この感触ね、この感触は僕はすごく気に入ってます。
うん、だからいいと思います。で、桜クラフトラボってね、全然文字がないんですよ。この001もどこにも文字がないんですよね。でも、まあロゴがね、ここにあるわけですよね。これだけ、主張はここだけなんですよ。あとはね、文字はどこにも書かれていない。これもそうなんですよ。これも文字がどこにも書かれていないっていうところでね、すごいコンセプトは似てるんですけど、で、ここに桜マークがついてるんですよね、うん、これがあることで、一応これはね、桜クレパスの商品だよっていうことがわかるわけですよね、うん、ここでやっぱこういうところにね、メーカーの主張が出てるっていうところが僕はすごく好きですね。何もね、この桜のマークすらなかったら僕全然勝ちないと思うんで、やっぱね、こういう筆記具とか製品はね、やっぱり何のメーカーかっていうのが出てこそ、それでやっとブランドの価値が出ると僕は思ってるんで、うん、ここね、桜がついてることで、これが素晴らしい、これがブランドものになるわけですよ。これはブランドものとしての価値は非常に高いと僕は思ってます。この軸はね、なんだろうな、これなんていう素材なのかな、プラスチックなのかな、プラスチックだと思うけど、なんかね、ちょっとね、感触がね、柔らかい感じがするんですよ。いや、実際柔らかくないと思うんですけど、錯覚なのかな、錯覚で柔らかく感じるものになってますね。とても触ってて優しい感じがします。だから指が痛くならない感じがしますね。うん、こっちの001はね、もうカッチカチなんですよね。だからまあ長期筆記してると指が痛くなってくるんですよ。でもね、こっちの方はなんか柔らかい感じがするんで、長期筆記しても疲れないですね。あとね、そんなに重さもないんで、うん、こっちに関してはね、長期筆記しても全然疲れない感じがします。ということで、長期筆記するならこっちの方がいいのかなというふうに思ったりしますね、うん、で、あとね、桜クレパスの YouTube の動画見てみると、こちらがね、ダンディーなおじさんが書いてるわけですけど、こちらはね、素敵な女性の方が書いてるんですよね。ということで、こちらは男性向きな感じで、こちらはね、女性向きな感じを想定しているのかななんてね、そんな風に思ったりもしましたね。こちらに関してはね、結構ね、使う時にね、なんかスイッチが入るんですよね。さ、やるぞみたいなね、うん、気合が結構入るわけですよ。こうひねった瞬間に気合が入るっていうかね。で、書く時にね、さあ今から書くぞっていうね、そういう気合を入れて書くことになるわけですよ。でもね、こっちの方はね、そういう気合入れずにね、なんか気楽にね、ヒュッヒュッって書けるのが僕は結構いいなと思ってます。僕ね、これね、最初ね、すごくね、嫌いだったんですよ。実はこれ結構買ったのだいぶ前なんですけど、僕はね、これね、ファーストインプレッションね、ひどかったんですよ。これはひどいと思いましたよ。今でこそ好きですけど。なんでかっていうとね、これが僕が最初に書いたやつなんですけど、こう書いてみて、最初こう ABC って書いてたら、突然ね、文字がかすれてきたんですよ。そして、ついにね、全く書けなくなっちゃったんですね。買ったばっかりでこういうことになったんですよ。と思って、ひどいと思ったんですよね。これは、どうなってるんだと思って、ひょっとしたら試し書き、皆さんが試し書きしすぎてインクがなくなっちゃったのかなって思ったんですよ。それでリフィル見てみたわけですよね。リフィルどっかだっけ、あ、ここだな、うん、でリフィルを見てみたら、まあ普通にインクが、これね、プラスチックのリフィルなんで残量がわかるわけですよ。まあまだまだたっぷりインクがあると。ということで、皆さんが試し書きしすぎてなくなったわけでもないと。じゃあなんでかなと思ったんですよね。うん。で、そんなことを思ってて、何度も試し書きね、ぐる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 やってたら、やっとインクが出るようになったんですよ。それでね、まあやっと普通に使えるようになったと。ということで、まあ最初はすごくね、印象が悪かったんですよ。でも後でね、まあちゃんと出るようになったんで、その不満は解消されたんですけど、しかしね、これと同じなんですけど、早書きに向いてないんですよね。早書きすると、なんかね、どうしてもね、かすれが生じるんですよね。
ほら、かすれるでしょ。なんかね、かすれやすいんですよ、早書きすると。マーフィーの法則でね、かすれさせようとするとかすれないんですけど、かすれたくない時にね、結構よくかすれることがあるんですよね。それで、あ、今出た、こうかすれたでしょ、こう。このかすれがね、割とねストレスなんですけど、それに関してはこちらも同じなんですよ。でもね、この001に関しては身構えて筆記するわけですよね。さあ今から書くぞっていう感じで、結構ね気合を入れて書くわけですよ。だからこっちに関してはね、割とねゆっくり書くんで、この桜クラフトラボのリフィルってね、ゆっくり書くとね最高にいいインクなんですよ。ベストオブゲルインクなんですけど、でも早書きするとねあんまり良くないんですよね。まあこれもマーフィーの法則で、今かすれないですけど、結構急いで書くとなんかうまく書けなかったりするわけですよね。うん、その点ではね、こっちは割とカジュアルに使うやつなんで、ささって書いた時になんかかすれたりすると結構ストレスになるんで、だからね僕これすごくね好きじゃなかったんですよ。で最初にね、このね、これが2本同時発売だったっていう話しましたけど、でこれで消費者はどちらかを選ぶことができたってことで、こっちを買った人がいたかもしれない、こっちを買った人がいたかもしれない、まあ両方買った人もいれば両方とも買わなかった人もいる。うん、でまあ僕だったらどっちか1本まず買いますけどね。うん、で僕は先にこっちを買ったから、桜クラフトラボの大ファンになったわけですよ。でもね、もしね、もしこちらからね先に買ってたら、僕ね桜クラフトラボね好きにならなかったと思うんですよね。あ、こういうもんか、あ、いいや、もういいやって言ってここで終わってた可能性が高いです。でもね、やっぱり僕はこっちを先に買って、これでね桜クラフトラボの大ファンになったもんだから、これ第一印象すごく悪かったけど、これがすごくいいから、これもきっといいに違いないって思って使い続けたんですよね。そしたらだんだんね、これも好きになっていったんですよ。うん、今ではものすごい愛着があって、実はね今ね、こっちよりもねこっちの方が好きなぐらいなんですよね。なんで僕こっちをメインで使ってるんですよね。こっちの方があんまり使ってない、今主にこっちばっかり使ってますね、というぐらいね、まあ立場逆転しちゃったぐらいね、今こっちが好きなんですよ。でこのこの間紹介したジーケンスのこのね、このノート、これに書いてみたら結構ね、この紙質となんかすごい合ったんですよね。めっちゃ合ったんですよ。ベストマッチしたんですよね、これこの紙質とこのペンがね。それで、あ、これいいなって思ったんですよね。だから今これがメイン使いになっている感じなんですけど、なんかね全然かすれない、このノートではかすれないんで、少しザラってしてる方がいい感じがする。低粘度油性インクみたいな滑らかな感じとはまた違うんですよね。ちょっとねジョリジョリってした感じなんですよ、ゲルペンっていうのは。だからもうちょっとね落ち着いて書いていく方がいい感じでインクが出てくるのかなっていう感じで思ってます。ってな感じで、僕すごくこれ気に入ったんで、別売りでクリップとかもあるんで、外出時にも使いたいとか言うんだったらクリップを買ってもいいのかもしれないですね。でも僕はこのクリップがない形状がクーピーっぽくて好きなんで、僕はクリップは買う気はないんですけど、だいぶ長く使って、これ2ヶ月ぐらい使ったかな、長く使ってみて、やっぱりね桜クラフトラボのシリーズはねどれもいいなっていうね、そういう結論に達しましたよ。うん、今のところね購入した桜クラフトラボね、どれもねすごい満足してるんで、桜クラフトラボはほんとすごい、そう思いました。なんで僕はね桜クラフトラボね、文房具が好きだったらねぜひね試してもらいたいなとね、そう思ってます。ではまた。